はい、こんばんは、マース14です。今日は安いギターってどうなの問題の、個人的な見解というかお話をさせてもらおうと思います。安いギターといっても、まあ、新品でそもそも安いっていうギターと、あとまあ中古で安くなってるっていうギターと、まあ、2通りあると思うんですけど、今日はまあ手元にこの中古で安く買ったギターがあるので、まあ、これをメインに話させてもらおうと思います。これ島村楽器のオリジナルブランドの、バスカーズのストラトタイプのギターなんですけど、これ中古で3980円で買いました。でこれは、楽器屋さんで買ったんじゃなくて、まあ、リサイクルショップみたいなところで、よく一律の値段で安いギターが3980円とか4980円とかで、もう全部同じ値段でずらずらっと15本か20本ぐらい並んで売ってるところがあると思うんですけど、そういうところで買いました。でまあ友達と遊びがてらくるっと回った時に、まあ、たまたま立ち寄ってなんとなくその気になったので、まあその時にだいたい4メーカーか5メーカー分ぐらい、他のメーカーの、まあ、某安物を作ってるやつが置いてあって、でまあだいたい1本ずつぐらいこう試奏してアンプで音鳴らして、でそしたらなんかこれが妙に良かったんで、なんかこれをまあ買おうと思って買ったんですけど、これが、まあ後で調べたらこれバスカーズも2種類置いてあったんですけど、全部シングルコイルのモデルとこのリアがハムのモデルと2種類あったんですけど、まあこれがまあ上位機種だったっていう話なんですけど、まあこれ調べたらだいたい元が2万円ぐらいのモデルでした。で他に置いてあったギターはだいたい多分元が1万円以下から1万5000円弱ぐらいのまでだったと思うんですけど、なんでこれ同じ値段でまあ並んでたんですけど、まあこれが結局まあ一番いいモデルだったっていうので、まあ試奏したらいいわけだっていう話だったんですけど、でまあこれはまあよくその安いギターで言われる、皆さんよく言われてるこのフレットの処理の甘さとかによるこのフレットのチクチク問題みたいなのも全然なくて、でまあこの各部の部品っていうのは、まあどうしてもその高いギターに比べると、まあ高いギターの方が、まあいい部品がついてるっていうのはまああると思うんですけど、であとまあペグも同じですね。でペグもやっぱりチューニングしてった時に、まあ多少こう緩いっていうか回し心地っていうのはやっぱ高いギターについてるあのペグと比べると、まあ差はあるはあります。なんですけど、まあチューニングがしづらいとかそういうのはあるかもしれないんですけど、多少そんな支障がある範囲ではないですけど、でまあチューニングが安定しないとかそういうことはないです。でもともとが安いギターをまあ試奏したんですけど、やっぱその試奏した感じは、まあ、よく言われてるこのなんていうんですかね、やっぱこのフレットのチクチク問題みたいな感じで見ると、やっぱ処理がかなり甘かったりとか、まあ、結構もうこの角も、なんていうんですかね、バリがついてるような感じっていうか、まあ、そういうのだったりとか、もう部品もこれ以上にさらに安かったりとか、まあ、結構こういうプラスチック部品とかも、まあ、見るからにこうなんていうんですかね、ちょっと質がまあ低いっていうか、そういう感じも見受けられましたし、このネックのもう握った感じっていうのもやっぱり違ったっていうのもありましたし、あと何ていうんですかね、このハイポジションというか、まあ、全体的に言えることなんですけど、あの握った感じっていうのはどうしてもこう立て付けの悪さっていうのは感じました。でまあいいとか悪いとかっていう、まあ、話に持っていっちゃうとまたそれはちょっと難しいところになっちゃうんで、まあ、一応そういうふうに、まあ、個人的には感じましたっていう感じです。でまあこれは一応、まあ、3980円で買ったんですけど、まあ高いギターと比べたら差がないかって言われたらあるはあるんですけど、でも普通に家で弾いてるにはもうまず問題ないレベルだと、まあ、自分は感じます。ただ差がないかって言われたら差はあると思います。あとまあこれちょっと言ってないんで分かんないんですけど、多分スタジオとか持ってって歪ませて結構大きい音で鳴らすと多分ハウリングはしやすいかなっていうのはあると思うんですけど、多分安いギターは全体的にそういう傾向があるのかなと思うので、まあそういう部分はあるかもしれないです。
でちょっと音鳴らしてみます。一応こんな感じでまず歪みですね、まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じで全然普通になりますね。で、クリントンはこれリアですね。こんな感じで、これが、まあセンターで、これフロントになるんですけど、まあこんな感じです。はい、で一応クランチっていうんですかね、一応こんな感じで、まあ何ら問題ないです。普通に音が出ます。はい、で一応そんな感じなんですけど、初心者の方が初めてギターを買うっていう時に、まあ、いきなり元々がそもそも安いっていう激安のギターを買うのはどうなのっていう話は多分一般論としてあると思うんですけど、それは確かに個人的にも、まあ、あんまりおすすめはできないかなと思いました。であとまあだいたい始めるのに新品で3万円から5万円のギターを選んで買うのがいいんじゃないのっていうのは、まあ、これも一般論としてあると思うんですけど、まあ個人的にもやっぱりそこが一番落ち着きどころがいいのかなと、思いました。一応自分も一番最初に、ギター始めたのも結構前なんですけど、多分15年以上経ってると思うんですけど、一番最初は5万円のギターを新品で買いました。でまあ安くギター買うっていうので、まあ、中古でもしまあ買うっていうのもありだとしたら、元がまあ2万円から3万円ぐらいのギターを中古で5000円ぐらいになってるっていうやつを買うのが、まあ、一番お得感があるのかなっていう気がしました。これに関して言うと、まあ、いろんな意見があると思うんですけど、まあ、みんながみんなそのギターを買う人がもう必ずギターが一番の存在だとか、ギターが一番の趣味だっていうわけでもないですし、まあちょっと別に触れてみたいみたいな感じでギターやってる人がなんか変な、まあこれ男性に限ったことかもしれないですけど、あの男性の変な収集癖みたいなのがあって、でなんか変になんか目的を求めて外に持ち出すときにもう一本欲しいなとかって変に思ったりする時とかあると思うんですけど、まあ、そういうのとかもあったりとか、まあ、その人にとってそのどの位置づけなのかっていうのも多分それぞれ違うと思いますし、あとまあ改造とか好きな人は安いギターとかが拾ってきてもバラバラにしていろんなことしたいっていう人もいるかもしれないですし、まあそういう大真面目な理由でギターを選んでるばっかりではないと思うんで、まあ最終的には、まあこれも3980円とかなんで、もういいとか悪いとかっていう前に、なんかこれ買ってああだったこうだったとかって思ったりとか、なんかこれをあ3980円で買ったよとかって言って、ね、なんか楽しかったみたいな、まあ、感じでもうそれでいいんじゃないのかなみたいな感じで、思ってしまいます。なんで一応個人的な、まあ話としては、まあ、大体5000円ぐらいで買うなら2万円か3万円程度のものが中古で5000円になってるぐらいが一番お得感があるのかなって感じと、まあもう値段がそういう3980円とか4980円だったら、まあ買って単純に楽しかったみたいな体験談ができればそれで十分なのかなとかって思っちゃいます。まあそんな感じでした。よかったらチャンネル登録お願いします。